現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠の西のフラワー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは西のフラワー、カレンちゃん。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフラワーパーク花に立ちます。その後ろからはカレンちゃん、この馬も上がっていく構えです。ファインニードル、後方から前の方からもう一度。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。カルストンライトを先手を取りました。カレンちゃん、それに続きます。ここにフラワーパーク、少し開いて西のフラワー、その隣に日本ピローウィーナー、内からドロッポスター、外にはキンシャサの奇跡、その外に桜爆心王、この集団にロードカナロア、すぐ隣にビリーブ、外を通って待機シャトル。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。第1ルビー、その前に進出ピンクの帽子グランアレグリア、その後ろにレッドファルクス、内からはバンブーメモリー、隣にはデュランダル、ブラックホーク、この馬もこのグループ、しんがりからファインニードル、各馬鮮やかなターンを進んでいきます。では前の方から、この辺りで1、2コーナーの中間点を通過、依然として1番、カルストンライト、この馬がペースを作っています。2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてカレンちゃん、これに続いてフラワーパーク、間が空いてトロットスター、その外からキンシャサの奇跡、外には日本ピロウィナー、ここにつけたのが第1ルビー。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。前はカルストンライト、2番手はカレンチャ、フラワーパーク3番手、後続集団も追い上げにかかります。カルストンライト、このまま